定期的に健康診断を受けていますか年齢を重ねるにつれて、私たちは自分の健康にもっと注意を払うようになります。定期的に健康診断を受けることで、異常を早期に発見し、早期に治療し、長期的な健康維持につながります。しかし、それらの結果は本当にあなたの状態を反映しているのでしょうかそして、これらの検査は本当に必要なのでしょうか多くの人は、 健康診断の結果が時にさらなる不安を引き起こし、健康に重大な、影響を与える過剰治療につながる場合があるため、健康診断の費用に見合う価値があるのかどうか疑問に思っています。老年病専門医は、一見明白な健康診断が時には不必要であり、有害である可能性があることを明らかにしています。年齢を重ねても健康管理はもちろん大切ですが、毎年定期的に健康診断を受け、 小さなトラブルをすべて治療していく必要があるのでしょうか。これは私たちが実行する必要があることです。今日、現代医学は大きく発展し、大都市から地方に至るまであらゆる場所に存在しています。そして、病気になるたびに、早く治そうとすぐに病院に行きます。非常に高額な費用を支払わなければならないにもかかわらず、 人々は今でも毎年定期的に健康診断を受ける習慣を維持しており、寿命を伸ばし、健康の質を向上させるために現代の技術と科学に信頼を置いています。しかし、広く適用されているこれらの正常な指標は、本当に、正常であり、すべての人に適しているのでしょうか。実際、各人には独自の身体と意気地指数があり、それは現代医学によって必ずしも認識されているわけではありません。 通常、大病院の医師は標準化された指標による検査結果を主に信頼しており、診察時に患者の実際の状態を注意深く考慮することはほとんどありません。彼らは、目の前の患者の体に起こっている特定の症状に実際に注意を払うよりも、固定された数値や機械的な基準を重視することがよくあります。数字だけを見て、自分の本当の健康状態を総合的に把握していない医師から、 患者が診断や治療を受けることほど不幸なことはないでしょうか。医療分野、特に高齢者、特に80歳以上の人々に対する長年の経験から、この問題はさらに深刻になっていることを私は見ています。様々な薬を服用することで常に指標を、正常レベルに調整しようとする患者がいますが、実際には彼らは自分自身の健康を害しています。人によっては、薬の、 服用は効果がないだけでなく、体の残存能力を低下させ、寿命を縮めることさえあります。医療上の使用は、ある意味、個人的な決定です。どのように生活し、健康に気を配るかは各人の選択です。ここで私が強調したいのは、各個人が自らの医療の道を選択する自己決定権であるということです。医療は本来、 各人が自らの理解とニーズに基づいて自発的に選択し、決定する必要がある分野です。しかし、多くの人は、時には社会、家族、または一般的な医療基準からの圧力により、他人のアドバイスに従うだけです。最近の新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、医療における自己決定権が無視されている明らかな例です。 新型コロナウイルス感染症に感染した多くの高齢者は、相談も本人の希望も知ることなく、強制的に人工呼吸器を装着されていた。病人の見舞いなど一見基本的なことさえも禁止されており、多くの病人が亡くなる前に愛する人に最後に、会うことができなくなっている。これは本当に胸が張り裂けるような信じられない話です。この国では、医療は患者の私生活や願望よりも優先されてきました。 それは正しいことなのでしょうか。患者は病院の獲物ではありませんが、残念なことに多くの人がそのようになってしまいました。くしゃみをしたり、少し疲れを感じたりすると、危険な病気の兆候ではないかと心配して病院に駆け込む人がいます。診察後、医師は、インフルエンザの軽い症状を確認するだけで、すぐに咳止め薬、下熱剤、抗炎症薬、 さらには副作用を防ぐための胃薬などの一連の薬を処方します。そしてそれだけではありません。医師は、血圧を測った方がいいですか、というかもしれません。血圧が少し高い場合は、すぐに高圧薬を使用することをお勧めします。次に、血糖値が不安定な兆候を示した場合、医師は、安全性を確保するために追加の検査を推奨します。この、 プロセスは多くの場合、検査から検査へと繰り返されるため、患者は徐々に検査結果に依存するようになり、実際の健康状態を忘れてしまいます。患者は最終的に、この心遣いに対して医師に感謝し、医師は熱心で献身的だと考えます。彼らは、それが自分たちの健康を守る最善の方法であると考え、毎年インフルエンザの予防接種を受け、定期的に健康診断を受け、 がん検診を受けるという規則的な日課を維持しています。がんと診断されると、すぐに手術、化学療法、放射線療法などの標準治療を行い、医師の指示に忠実に従い、これが自分にとって最善の選択なのかと、立ち止まって考えることはほとんどありません。多くの人は、医療における役割に加えて、医療がビジネスでもあり、患者が重要な収入源となりうることを認識していません。 実際、医師は現在、定期的に検査や治療を受けに来てくれる患者を集めなければ生き残ることが困難になっています。このことは、時には意図的かヒート的かに関わらず、患者がその必要性を十分に評価せずにアドバイスに頼りすぎて医療制度の餌食になると、いう事実につながります。貴重な時間、労力、お金を失うだけでなく、不必要な医療介入により寿命が縮む可能性もあります。 確かに、頻繁に病院に行く人は早死ににする可能性が高くなります。医療現場で50年の経験を持つ私は、常に病院に通い、薬を使用したり過剰な介入をしたりすることが必ずしも健康をもたらすわけではなく、逆に寿命を縮める可能性があると自信を持って断言できます。医者に行く人が増えれば増えるほど、終わりのない検査のサイクルに巻き込まれ、異常な兆候が検出されるたびに、 より多くの薬が処方されたり、より多くの手術が必要になったりします。場合によっては、検査による不安やプレッシャーが心身の健康に悪影響を及ぼし、気づかないうちに徐々に弱ってしまうこともあります。癌が発見されると、手術、化学療法、放射線療法が標準治療です、というおなじみのアドバイスをよく聞きます。現代医学への絶対的な信頼と、 危険な病気に直面した時の混乱のせいで、彼らはためらうことなくいや子宮、その他の重要な臓器の切除を受け入れることがあります。彼らは、これが病気と戦う唯一の方法であることを願って、非常に苦痛な科学療法に喜んで耐えます。しかし、これらの方法により、彼らは徐々に病院で、家族や慣れ親しんだ者から離れて人生を終えることになります。現代医学に対する揺るぎない信念は、 多くの人々の考え方に深く、埋め込まれています。なぜなら、ここ数十年の間に現代医学は信じられないほどの進歩を遂げ、40歳未満の平均寿命が100歳近くまで伸び、奇跡を起こしたからです。しかし、現代医学は本当に万能薬なのでしょうか。この絶対的な信念が意図せずして私たちの身体と健康を害し、私たちの身体の声を聞き、 自分自身を理解する能力を失わせているのではないでしょうか。驚くべきことに、多くの医師は患者に薬を服用し、定期的に検査を受けるようにアドバイスしますが、自分ではそうすることがほとんどありません。おそらく彼らは、仕事を通して、薬を過剰に服用したり、頻繁に検査を行ったりすることが、実際には大幅な延命に役立つわけではないことに気づいたのでしょう。しかし、高血圧、 肝臓指数の異常、または小さな腫瘍の兆候がある患者に遭遇した場合、彼らはすぐに薬を処方したり、外科的手段を提案したりします。結果は何ですか、患者は多くの場合、生涯にわたって一連の薬を飲み続けなければならないか、あるいは、それが本当に健康を脅かすかどうか不明な小さな腫瘍のために体の一部を失うことさえあります。もちろん、 治療が絶対に必要で患者の命を救える場合もあります。しかし、高齢者、特に80歳以上の高齢者にとって、これらの過酷な治療は副作用を引き起こすだけでなく、健康を悪化させ、寿命を大幅に縮める可能性があります。これは本当に誰もが望んでいる幸せな老後の生活なのでしょうか。実際、高齢者にとって、 介入は利益よりもリスクの方が大きいことが多いため、年に一度の健康診断はもはや必要ありません。私も医師ですが、現代医療に対して疑問を持ち始めています。徐々にその理由を説明していきますが、重要なのは、多くの医師が目の前の患者の実際の状態を実際に評価せずに、検査の数値のみに注目しているということです。その代表例が定期健康診断です。 日本人の平均寿命が初めて50歳を超えたのは1947年。当時、男女の平均寿命の差はわずか3年程度でした。しかし現在、この数字は6年変化しており、医療だけでなく多くの社会的及びライフスタイル要因の変化を示しています。これはなんだか不思議で考えさせられます。男性の平均寿命が変わらないように見えるのに、女性の平均寿命はなぜ伸びているのでしょうか主な。 理由の一つは、健康診断に対する過度の信頼にある可能性があります。実際、ほとんどの企業は従業員、特に男性に定期的な健康診断への参加を義務づけています。以前は、男性の健康診断受診率は女性よりもはるかに高かった。もし定期的な健康診断が、通説のように本当に寿命を伸ばす効果があるのであれば、 もしかしたら男性の平均寿命は女性の平均寿命を超えているかもしれません。しかし、実際の結果は全く逆で、男性と女性の平均寿命の差は縮まらないどころか、さらに広がっています。このことから、定期的な健康診断は私たちが思っているほどの価値はないかもしれないという結論につながります。もちろん、ヘルスチェックは特定の状況では役立ちます。 癌などの危険な病気を早期に発見するのに役立ち、場合によっては患者の命を救うこともあります。しかし逆に、健康診断を受けて体が弱っていると感じるケースもあります。定期的な健康診断や、心配な数値に直面することは、深刻なストレスを引き起こし、精神的健康や全体的な健康に影響を与える可能性があり、その利点が損失を相殺できない場合があります。 現在の薬の多くは治療を補助する効果はあっても、病気を完全に治すことはできず、それどころか副作用が非常に大きく恐ろしいものです。風邪薬や下熱剤などの一般的な薬でも、使用者の生命を脅かす可能性のあるアナフィラキシーなどの危険な反応を、引き起こす可能性があります。多くの場合、薬物はがんよりも恐ろしい脅威となる可能性があります。さらに、 回復手術などの侵襲的治療を行う場合、患者の腹膜が損傷して癒着が形成され、腸閉塞を引き起こす可能性があります。これは患者に極度の痛みを引き起こすだけでなく、危険な長期合併症を引き起こす可能性もあります。健康な細胞が手術によって破壊された領域では、悪性細胞の蔓延にとって好ましい環境となるため、癌が浸透して発症するリスクも高まります。 私が医師になったばかりの頃は、現代医学を強く信じており、癌は手術や化学療法で感知できると考えていました。しかし、長年臨床に携わり、多くの患者さんの状態を観察するうちに、特定の臓器を切除しても癌が完全になくなるわけではないことが徐々にわかってきました。化学療法は、細胞を死滅させることができますが、同時に多大な痛みと重篤な副作用を引き起こし、 患者の生活の質に深く影響を与えます。がんの早期発見は、多くの人が思っているほど幸運をもたらさない場合があります。むしろ、請求な治療決定につながり、実際には望ましい効果が得られずに患者に多大な苦痛をもたらす可能性があります。高度な医療機器と最新の検査方法の継続的な開発により、医学は、癌は治る病気である、ということを強く宣伝してきました。 毎年定期的に健康診断を受けるだけで、癌の早期発見と予防が可能となり、癌検診市場が世界的に拡大すると強調した。多くの人が、の致命的な病気を避けたいと考えている。ため、早期発見とタイムリーな治療が約束されているため、定期的なスクリーニングの必要性が高まっています。しかし、疑問を抱く人がほとんどいないより重要なことは、 ガンで死亡する人の数が実際に時間の経過とともに減少しているかどうかです。ガンは長い間、人々の命を奪い、大きな恐怖とプレッシャーをもたらす病気でした。現代医学がよく主張するように、ガンが本当に治る病気になったのであれば、かつては死亡原因の。第1位だったが、現在は第4位に落ちている脳卒中と同じであり、ガンによる死亡率もそうなるはずだ。年々大幅に減少しました。 しかし、そんなことは起こらなかった。実際、1960年代から現在に至るまで、癌は死因リストのトップの位置を維持しています。これは、現代の癌検査が多くの進歩にもかかわらず、実際には期待されているほどの利益をまだもたらしていないことを示しています。検査がより詳細になり、最新の、機器が使用されるほど、癌は発見されやすくなりますが、 これは別の問題を引き起こします。これらの検査で見つかるもののほとんどは実際の癌ではなく、見た目が似た良性の病変や腫瘍にすぎません。これらの病変は、検出されずに放置されると自然に消失するか、癌に発展しない可能性があります。しかし、誤診により、多くの患者が不必要な手術を我慢しなければならず、体に痛みを与え、健康を害しています。 がん手術の主なリスクの一つは、死亡リスクが高まる可能性があることです。日本人は伝統的にがん治療において外科手術を好んできたが、これは日本人の体格がスリムで死亡が少ないため複雑な手術に適しており、また手術による死亡率が西洋人より低いことも理由の一つである。しかし、これは日本のがん治療における外科絶対主義の維持と普及に貢献しました。その結果、治癒の見込みがない場合や、 明らかにより効果的な治療法が。ある場合でも、多くのがん手術が行われています。皮肉なことに、多くの場合、手術による効果が体の回復能力を超えた場合、手術自体が患者の余命を縮めます。がん手術の深刻な問題の一つは、腫瘍切除中の死亡リスクが非常に高いことです。手術自体は大掛かりな介入であり、 弱い体にとっては健康を損なう最後の藁となる可能性があります。他の病気や怪我の場合も同様に、医師が手術を進める場合は、請求な決断が健康に悪影響を及ぼす可能性があるため、本当に手術が必要かどうかを慎重に検討する必要があります。手術だけでなく、CT スキャンなどの診断手順にも多くの潜在的なリスクが伴いますが、注意を払う人はほとんどいません。 たった一回の CT スキャンで、癌のリスクが大幅に増加する可能性があります。CT スキャンの放射線量は通常の X 線の200から300倍であるため、たった一回の CT スキャンでも、癌や死亡の原因となる可能性があります。有料すべき現実は、病院で行われる CT スキャンの80から90%が必要ではない可能性があるということです。病院での X 線撮影は、 最新の適切に管理された機器のおかげで通常は比較的安全ですが、会社や地域の移動版で X 線を撮影する場合は注意が必要です。移動式 X 線装置は間接的な場合が多いため、放射線量は病院ベースの直接 X 線装置よりも3から10倍高くなります。したがって、このような X 線撮影は絶対に必要でない場合でも、 不必要な健康リスクを引き起こす可能性があります。しかし日本では、診断を見逃すことへの不安や先進的な危機への信頼などから、医師も患者も、とりあえず CT スキャンだけ受けてみるという傾向が依然として残っている。その結果、人々が耐えなければならない放射線量は年々増加しており、こうした医療行為による放射線が、がんによる死亡原因の6%以上を占める可能性があるとさえ言う人もいる。 現在の推計によれば、毎年約2万人の日本人が医療放射線関連の癌で死亡している。従って、皆様には不必要な CT スキャンによる悪影響を回避し、健康と長寿を守るために十分な注意と検討をしていただきますようお願いいたします。では、健康診断は本当に必要なのでしょうかこれは医師の間でも見解が異なる問題です。例えば、脳の詳細な検査は、 脳腫瘍、脳卒中、血管疾患などの危険な病気の早期発見に役立つと言われています。しかし、この種の検査には過剰診断のリスクも伴い、不必要な不安が増大します。MRI や CT などの高度な技術では、非常に高い分解能が非常に小さな異常を検出するのに役立ちますが、多くの場合、これらの小さな結節や異常な構造は実際には健康に影響を与えず、 治療が必要ない場合もあります。しかし、こうした軽微な異常が発見されると、患者も医師も不安を感じることが多く、さらなる検査や追加治療が必要になります。例えば、小さな腫瘍や血管気形が脳内で発見された場合、これらの異常が重大な問題を引き起こすことはなく、健康に影響を与えることなく存続する可能性が十分にあり、生涯健康であるにもかかわらず、患者は依然としてそれを、 切除したり、または切除したりする必要があるというプレッシャーを感じることがあります。すぐに治療されました。身体に何か異常が起こっているのではないかと心配すると、人は不安を感じ、それが治療法の決定につながります。この過剰診断は不必要な心理的プレッシャーをもたらすだけでなく、全く不必要な手術や薬物治療につながり、患者の健康を危険にさらす可能性があります。 詳細な脳検査のもう一つの問題は、加齢に伴う自然な変化が異常であると誤解される場合にリスクが伴うことです。人が老化段階に入ると、脳組織の変化、小さな傷跡、または血管の微細な損傷が頻繁に発生します。これらは老化プロセスのごく正常な症状です。しかし、精密検査でこのような変化が見られた場合、医師は治療が不要と考えるかもしれませんし、 患者さんも健康を心配して本来は必要のない治療に注意を払う必要があると考えるかもしれません。実際、これらの変化は自然な老化プロセスの一部に過ぎず、必ずしも医療介入が必要なわけではありません。したがって、詳細な脳検査は、本当に検査が必要な人、つまり明らかな症状がある人や危険因子が高い人にのみ適用されるべきです。そうしないと、 検査によって不必要な診断や治療が行われ、過剰診断や過剰治療につながる可能性があります。さらに、詳細な脳検査のもう一つの大きな問題は、検査結果を受け取った後に患者が、耐えなければならない不安や心理的ストレスです。検査結果に少しでも異常が見られると、患者は恐怖や不安に陥りやすくなります。特に、脳に関連する問題は、 しばしば深刻な恐怖をもたらします。なぜなら、脳は体の生命と重要な機能に影響を与える可能性がある重要な器官だからです。そのため、健康に大きな影響を及ぼさない小さな異常であっても、患者にとっては大きな心理的プレッシャーとなる可能性があります。この、心理的ストレスが長引くと、健康全体に悪影響を及ぼします。精密検査は不安を増大させるだけでなく、 患者を不必要な恐怖にさらし、生活の質を低下させます。多くの病院や医療施設では、脳の健康を守る方法として詳細な脳検査を定期的に推奨していますが、実際にはこの検査は必ずしも必要ではありません。特に、明らかな症状のない人に詳細な検査を推奨することは、商業的な理由から医療機関からの過剰なインセンティブとなる可能性があります。これは、 脳検査が完全に不要であることを意味するものではありません。持続的な頭痛、原因不明の神経学的異常などの明らかな症状がある場合、または患者が脳卒中や脳血管疾患のリスクが高い場合、タイムリーな診断と治療において脳は非常に重要かつ有益です。しかし、明らかな症状のない人に詳細な脳検査を推奨することは不必要な場合があり、 場合によっては良いことよりも害を及ぼす可能性さえあることを認識する必要があります。従って、脳検査の実施を決定する前に、必要な検査レベルを慎重に検討することが非常に重要です。患者は、信頼できる医療専門家の、アドバイスに耳を傾け、検査が自分の状態に本当に必要かどうかを判断し、精神的プレッシャーを引き起こす可能性のある過剰な検査を避ける必要があります。 血圧検査に関しては、現在、高血圧の診断基準が低く設定されすぎており、血圧指数が少し高いだけで高血圧と診断される人が多くなっています。現代の医療システムでは、血圧が正常と考えられる値よりも高いことが判明すると、多くの場合、患者は直ちに高血圧と診断され、高圧薬による治療を開始することが推奨されます。ただし、 高血圧と診断されたからといって、すぐに治療が必要になるわけではありません。血圧がわずかに高いだけの人は、ライフスタイルの改善と定期的な健康状態のモニタリングで血圧を安全なレベルにコントロールし維持するのに十分です。しかし、多くの人は高血圧が軽度であっても薬物治療を開始する傾向があり、長期的には望ましくない副作用を引き起こす可能性があります。 高圧薬は血圧測定値を迅速に下げるのに非常に効果的ですが、長期にわたって使用すると様々な副作用が生じる可能性があり、多くの患者は実際には必要のない薬に生涯依存する可能性があります。さらに、投薬によって人為的に血圧を下げることは、必ずしも長期的な健康上の利益をもたらすわけではないため、投薬の使用を決定する際には、投薬の実際の必要性を慎重に考慮する必要があります。 実際、高血圧の制御に、おいては、ライフスタイルの改善が薬物治療よりもはるかに重要かつ持続可能な役割を果たします。高血圧患者のほとんどは、健康的な食生活の維持、身体活動の増加、適正な体重の管理、ストレス軽減法などの手段によって自然に血圧を調整できます。これらのライフスタイルの変更は、血圧を自然にコントロールするのに役立つだけでなく、 心臓血管と身体の健康に全体的な利益をもたらし、薬に依存することなく生活の質の向上に貢献します。特に、体重を減らすことと塩分摂取量を制御することは、自然かつ持続的に血圧を下げるための二つの非常に効果的な対策です。体重を適切なレベルに調整し、毎日の食事で塩分を最小限に抑えることで、多くの人は薬を必要とせずに血圧をコントロールできます。 これは血圧を安定させるだけでなく、長期の薬物使用に伴うリスクも最小限に抑えます。従って、高血圧症の人、特に軽症段階の人にとって最も重要なことは、最初から。薬に頼るのではなく、生活習慣を改善し、コントロールを維持することに重点を置くことです。年齢を重ねるほど、体のニーズに合わせて生活習慣を変える必要があります。 重篤でない高血圧の場合は、合理的かつ継続的にライフスタイルを変更するだけで効果的に血圧をコントロールでき、薬による望ましくない副作用を避けることができます。高血圧の診断を受けると、多くの人は自分の健康に重大な問題があるのではないかと心配し、考える傾向があります。高血圧は管理しないと多くの合併症を引き起こす可能性がある重要な問題であるため、これは当然のことです。 ただし、過度の不安や薬物への即時依存は、長期的には最善の解決策ではない可能性があります。代わりに、ヨガ、瞑想、穏やかな運動などのストレス管理方法を採用すると、より自然かつ効果的に血圧をコントロールできるようになり、身体的にも精神的にも全体的なメリットが得られます。高圧薬には、人為的に血圧レベルを急速に下げる機能がありますが、長期間使用すると、 めまい、疲労、さらには腎臓の損傷などの望ましくない副作用を引き起こす可能性があります。薬物が引き起こす身体的変化は、長期的には必ずしも有益であるとは限りません。したがって、薬の服用を決定する際には、患者は慎重に検討する必要があり、さらに重要なことに、薬への依存を最小限に抑えて血圧を自然に管理できるよう、自分に合ったライフスタイルを、 見つける必要があります。健康的な食事と定期的な運動によって血圧をコントロールすることは可能です。特に、毎日のメニューのナトリウム、塩分の量を減らし、野菜や果物の摂取量を増やすことは、血圧を安定させ、全身の健康に大きく貢献します。さらに、血糖値の検査も糖尿病のリスクを評価する重要な方法です。ただし、 血糖値は様々な要因により一時的に変化する可能性があることに注意することが重要です。例えば、前日の食事、ストレスレベル、運動量は、検査時の血糖値に大きな影響を与える可能性があります。従って、糖尿病を直ちに診断するためにたった一つの高血糖検査結果に依存することは、患者の本当の健康状態を正確に反映していない正確な決定となる可能性があります。 特に空腹時血糖値を重視しすぎるのには注意が必要です。多くの人は空腹時血糖値が高いという理由だけで糖尿病の治療を開始しますが、実際にはこの値は食生活、活動レベル、ストレスなどの日常的な要因によって大きく変化する可能性があります。従って空腹時血糖値は慎重に解釈する必要があり、単一の検査結果に基づいて結論を急ぎすぎないようにしてください。 多くの人は、血糖指数などの一部の、検査結果が正常範囲外であるというだけで過度の心配状態に陥ります。血糖値が少し高いと、すぐに糖尿病だと思い、すぐに薬による治療を始める人もいます。ただし、これは過剰反応である可能性があります。多くの場合、わずかに高い血糖値は、薬を必要とせずに、ライフスタイルの変更によって適切に制御できます。 不必要な薬物の使用は利益をもたらさない可能性があり、逆に、長期的な健康影響をもたらす望ましくない副作用を引き起こす可能性があります。血糖値を効果的に管理するには、血糖値を下げるための医療介入に完全に依存するよりも、ライフスタイルを変えることがはるかに重要です。薬や医療に過度に依存するのではなく、健康的な食習慣を改善し、定期的な運動を増やし、 ストレスを管理することは、より持続可能な方法であり、多くの場合、長期にわたる結果が得られ、全体的な健康を維持するのに役立ちます。要約すると、血糖検査は糖尿病の、リスクを評価するための有用なツールですが、結果を絶対的な意味で解釈すべきではありません。検査の指標を気にしすぎるよりも、健康的なライフスタイルを維持し、 自分自身の健康管理に積極的に取り組むことが重要です。特に、誰もが定期的に血糖値を測定する必要があるわけではありません。最も効果的に健康を守るためには、各人が自分の健康状態やライフスタイルに合った検査を選択する必要があります。私が80歳を超えたら、新習的な方法で癌を治療する必要はもうないと思います。たとえ癌が,があることが分かったとしても、 その状態が過度の痛みを引き起こしたり、食事や機能に支障をきたしたりしないのであれば、切除するという選択はしません。その時、私が優先するのは、どんな犠牲を払ってでも寿命を延ばすことではなく、生活の質を維持することです。がんは通常、異常な細胞から始まり、時間の経過とともに徐々に大きな腫瘍に成長します。通常、 腫瘍が検査で発見できる大きさの1センチメートルに成長するまでには約10年かかります。転移する可能性のある種類の癌であれば、この10年以内に必ず転移が起こります。したがって、癌の早期発見は多くの人が考えているほど有益ではない可能性があり、人生の最後の年に平穏を保ちたい高齢者にとっては介入しないことが賢明な選択となる。場合もあります。 1cm の腫瘍が検出されることは必ずしも幸運ではありません。実際にはこの時点で癌は体のどこかに転移しており、二次腫瘍が小さすぎて従来の検査方法では検出できないだけです。前回の治療から3年後に癌が,が再発した場合、それは3年前に腫瘍が完全に除去されていなかったことを意味するのではなく、癌細胞がずっと前に転移し、今になって検査で確認できるほど大きくなったということです。 これが、癌がある場合は切除するために介入しないことに決めた理由です。介入は、現在の状況に適応するために体を放っておくよりも大きなリスクを引き起こす可能性があると考えているからです。特に80歳以上の場合は、年齢が上がるほど癌の進行が遅くなり、転移する可能性が低くなるため、手術は必要ありません。したがって、すぐに介入するのではなく、 状態を注意深く監視する方がおそらくより良い選択肢であり、望ましくない影響を引き起こす可能性が低くなります。現実には、たとえ検出されなかったとしても、多くの人が長年にわたって癌を抱えて暮らしており、腫瘍は直ちに目立った悪化を引き起こすことなくゆっくりと進行します。癌の治療は簡単ではなく、手術にせよ科学療法にせよ、身体的、精神的に大きな負担がかかります。 80歳を超える高齢者は、時間の経過とともに体力や抵抗力が著しく低下し、長期間にわたるストレスのかかる治療プロセスを経ても、通常の生活に完全に回復できない可能性が高くなります。では、腫瘍を切除すると本当に長生きできるのでしょうかそれとも今のままの方が良い選択なのでしょうかこれまでのところ、 日本の医学界はこの問題を明確に評価するための大規模な比較研究を行っていないため、正確かつ科学的な答えを得るのは困難です。手術をした方が長生きできるケースもありますが、手術をしない方が長生きできるケースもあります。しかし、実際の経験によれば、癌の手術では腫瘍を除去するだけでなく、影響を受けた臓器の一部の切除も必要となることが多く、特に高齢者の場合、 手術は健康に害を及ぼすことがよくあります。例えば、患者が胃がんを患っている場合、手術では胃の半分以上を切除する必要があることが多く、消化機能と栄養に重大な影響を及ぼします。さらに、自然な老化プロセスを治療が必要な病気として考えるべきでは、ありません。現代社会において、成人が罹患する病気は主に自然な老化プロセスの結果であり、 薬や従来の医療方法で完全に治療できる病気ではありません。高血圧、高コレステロール、高血糖、糖尿病などは、主に日常生活の不健康でアンバランスな生活習慣によって引き起こされるため、生活習慣病と呼ばれます。また、定期的な健康診断が義務付けられているため、メタボリックシンドロームに関連する症状は厳密に監視され、 直ちに対処する必要がある健康上の問題として扱われます。人の血圧や血糖値などの指標が所定の域値を超えた場合、患者は多くの場合、薬を使用してこれらの指標を医学が正常とみなす指標に調整するよう指示されます。ほとんどの人は気分が悪くなった時に自分が経験している病気の名前を言うことができればより安心することがよくあります。明確な原因がわかれば、 あたかも自分の健康状態をコントロールできているかのように、より安心感を得ることができます。しかし、それらの症状の本当の理由が単なる加齢である場合、体の変化は自然なものであり、完全に変えることはできないと信じたくないため、疑いや不安になります。しかし、私たちは自分の体を自然の一部、時間と老化の自然法則の影響を受ける存在として、受け入れる方が良いのかもしれません。 老化は異常ではなく、避けられない生理学的変化であり、細胞の DNA に損傷が徐々に蓄積し、身体に血管や変化を引き起こし始めます。従って、ある程度の痛みや不快感を感じることは自然の法則であり、生活の一部であり、完全に避けることはできません。それを排除する必要のある異常とみなすのではなく、おそらく、それらの症状を受け入れ、調和して生きる方法を学ぶというのが、 より合理的な態度でしょう。私たちはみんな、老後を幸せに健康に暮らし、晩年を最大限に楽しみたいと願っています。しかし、私たちは健康で長生きするために、健康診断や治療に気を取られるあまり、自分の体のことを忘れてしまっているのではないでしょうか。もちろん、必要な場合には健康診断や治療が依然として重要な役割を果たしますが、年齢を重ねるほど、 老化のプロセスを理解し、それに伴う自然な変化を受け入れる必要があります。これは心に平安をもたらすだけでなく、体の小さな変化を過度に心配する代わりに、人生のささやかな瞬間に喜びを見つけることもできます。現実には、健康診断と治療が必ずしも全ての健康問題に対する完璧な解決策であるとは限りません。多くの場合、 過剰診断や不必要な治療は人生の喜びを奪い、不必要な心配を増大させることさえあります。この本は、80歳を超えたら健康診断に頼りすぎてはいけない理由を、わかりやすく解説しています。もっと重要なのは、自分の体を理解し、不必要な心配を手放し、より賢明で優しい方法で健康を管理する方法を学ぶことです。健康とは単なる数値や機械検査の結果ではなく、 人生の物語、私たちが老化の過程にどのように直面するかを選択し、人生のあらゆる拍動で自分自身の中に平和を見つける方法でもあります。このビデオの結論、最近の情報共有を通じて、特に年を重ねるごとに、ヘルスケアについて新たな視点を獲得していただければ幸いです。健康とは数値や検査結果だけでなく、安心感、受け入れる能力、 そして受け入れられる能力でもあると私たちは考えています。身体の自然な変化と調和していきましょう。時には不必要な心配を手放し、身体を理解し、愛するようにしましょう。自分自身の身体も私たちがより健康になるための手段です日。ビデオをご覧いただきありがとうございます。健康管理の旅が常に安全でエネルギーに満ち溢れていることを願っています。